今日県内で発表された新型コロナウイルスの新規感染者は、新潟市中央区の10代女性と南魚沼市の30代男性の合わせて2人でした。感染状況が落ち着いている中、今日県庁で開かれたのは、新型コロナの重症患者を受け入れる体制を持つ16の病院の病院長などと県による連絡会議です。冒頭、花角知事は各病院の協力に感謝を述べた上で、落ち着いている間にですね、次に備えてもですね、さまざま振り返りをする必要があるというふうにも思っておりまして、これまでの経験を通して感じておられること、さまざまなご意見、今日はですねしっかり聞かせていただいて、このあと会議は非公開で行われ、病院からは飲み会の自粛など県から県民に対するお願いがしっかりと伝わり、感染拡大の防止につながった。県の医療調整本部が十分に機能したことで患者の入院先が偏らず、医療体制の破綻を防げたといった声があったということです。一方、課題として挙がったのは重症患者への対応です。重症を対応する余力というのが新潟県かなり少ないということで、この重症に対応できる看護師そして医師の速やかな育成と体制整備ですね、こちらが課題ではないかという指摘がありました。県は現在、重症患者の対応に多くのノウハウを持つ新潟大学などの看護師と、重症患者の対応病院の看護師を相互派遣する体制づくりを進めているということです。